はい、皆さん、こんにちは。クールドッグス、ジョエルです。ワールドドッグショー2024、クロアチア、行きまーす。チケット買いました。ここ、ワールドドッグショー2024、クロアチアのザグレブです。ここ、これ。ワールドドッグショー、ここ入ります。ホール8、16番リングに行かなきゃいけないんですよね。昨日の一緒にレストランに行ったポーランド人がノバスコシアなんですよ。トーラーなんですよ。ダクトーリングレトリバーで、ちょっと行かなきゃいけないんですけど、ここ書いてありますね。今5番があって、あ、8番ってあそこなんだ。まっすぐ行ったら8番がありますね。よし、ちょ、今から行きますね。ここにほら、ホール5って書いてあるんでしょね。ホール5って書いてあるんでしょう。わ、なんか踏んだ、くそ。うんち踏んだ。ちょっと待って、あんな放置したらダメですよね。あんなとこにものすごいでかいうんち踏んだ。ここもうんち踏んだの、ここがまたうんちだらけだし、これは運がいいわって、なんかね、そんなこと言うんですよね。これは運が良くて何かいいことがあるのではないかみたいなね。ものすごいでかい、なんかチラノザウルスのうんちみたいなのしてました。ここものすごい広いですよ、この会場。ものすごいではない、でもないかな、ものすごいでもないかもしれないけど、まあ結構広い。それで方向を間違えた、方向を間違えて違う方向に行ってたから、あ、全然たどり着きませんでしたね。そして犬のうんちまで踏みました。あれは運がいいんじゃなくて、逆に間違ってますよっていうサインかもしれないですね。ああいうことが起きるっていうのは、あのね、クロアチアって本当にグリルの、お店がいっぱいあってグリルが美味しいところなんですよね。昨日も食べましたけど、あ、ここだ、よし行こう。8番ホールの16番リング。ヨーロッパに来るといっぱい知ってる人がいますからね。なんかね、会いたくない人もいるんですよね、なんか。あったあった、よしよし、入ろう。ちょっと待って、あれ、こっちだ、あ、こっちだ、16番リングはここだ。今初めて会場に入ってきました。16番リングここだ。ちょっと待って、あ、トーラーやってる。あれ、どこにいるんだろう。ちょっと探す、ちょっとお友達探します。今友達会ってきました。ゴールデンレトリバーやってますね。入場料は10ユーロでした。結構安い。今どれぐらい、1700円ぐらいですか。1ユーロ170円ぐらいですよね。あそこには、あ、なんだっけ、100、あのほら、発表では1ユーロ160円とかなった時は、だいたいもうね、165円ぐらい、なんかね、もう5円ぐらいプラスしないと支払いできないですよ。クレジットカードで支払う時ってね、5円ぐらい高くなるんですよ。とにかく為替手数料とか、なんかその、とにかくね、その為替ってそういうものなんですよ。だから5円ぐらい高くなるんですって。それで、まあ、だから今160何円とかだと思うので、170円って言ってるんですけど、だから170円か180円ぐらいで計算しないと、なんかちょっと足りないみたいなことになると思いますね。わかんない、見てない、今日何日か見てない、まあしばらく見てないですね。ユーロは、ドルは155円ぐらいになりました。155円、ドルが1ドル、もうめちゃくちゃですよね。ザグレブから帰ったら、すぐニューヨークに行かなきゃいけないから、アメリカのドル、すごい僕はね、重要なんですよね。うわ、綺麗だな、この犬見てください、ほら、すげえ綺麗だ、この犬、ほら、ギャオギャオ吠えてるけど、わあ、ゴールデンいいな、綺麗で、もう見て、ほらこのゴールデンすごい綺麗です、ほら見てください、ほら、このゴールデンすごい綺麗ですよ。わあ、ゴールデンにしようかな、もう、ほら、かわ
綺麗だし可愛い、すごい見てください、ほらものすげえ綺麗だわこの犬。もう白いですね、本当もうヨーロピアンゴールデン、ヨーロピアンゴールデンそのまま、すげえ綺麗だわこの犬。ほらなんでなんだっけ何でしたっけ、あラブラドールやってる、あチョコが出てる、チョコのラブラドール出てる。何の話でしたっけ、あそうそう、だからでニューヨーク行って、で6月は今度ヒューストンに行かなきゃいけないんですよ。だからヒューストン行かなきゃいけないから、そのアメリカドルすごい重要なんですけど、高いですよね、155円って何なんだよ、155円ってバカじゃないの、狂ってますよね本当に。でしかもまだ未だにもう卵1パック700円とか言ってるから、うわキャオギャオって言ってますね、700円とか言ってるから、もうだからインフレがすごいわけですよ。だからもうホテル代とかも高いし、もう何もかもが高いわけですよ。もううっとしいわマジで。だから今アメリカから犬を輸入するって本当ね大変ですよ、今この時期は。アメリカから犬を輸入するってものすごい、もうねやめた方がいい本当に。てかヨーロッパはまあなんとかいいけど、それでもねちょっと高い、今ちょっとねあと1年ぐらいはね本当ね、これちょっとアメリカからの犬の輸入は1年ぐらいはちょっと控えた方がいいと思いますね本当に。アメリカの金利が下がらないと無理ですよ。でこのインフレが収まるまで結局アメリカは金利を下げないつもりでやってるわけですから、つまりそのインフレがひどいからアメリカは金利を極端に上げてるわけですからね。つまりどう言ったらいいのかな、物の値段がものすごく上がっているという、そのまあそれがインフレなんですけど、結局ねそのそれがずっと維持されているということは、何今まだがいたまだがいたまだがいたいやまあまあいいです、ちょっとどなあの誰かどこの国の誰かは言いませんが、あんまり会いたくない人にはやっぱり会った。それでなんだっけ、あんまり会いたくない人に会った、今こうなるから嫌なんだよな、なんだっけまあいいんですけど、何、うわということはあいつらも来てる絶対にあまあ来てるでしょうね、すぐ近くだから、国がすぐ近くの国の人ですよ、エアデルテリアだ、そしたら来てるだろうね、隣の国だもん。何の話しようとしたんだっけ、今忘れた、今なんかちょっとショックを受けたから忘れた、なんだっけそうこういうね心にね、そのなんか心がざわざわしたりとか、なんか心にショックを受けると今喋ってることを忘れる。あパピオンだ、パピオンだ、こういろんなものが目に飛び込んでくるから、あウエスティだ、ウエスティだ、うわウエスティもちょっとなんかあれなんだよもうそんなこと言ったら全犬種あーだこうだ言わなきゃいけなくなる。そうだから何の話だっけ、ヒューストンに行く話してたんですよね、あそうそう、あそうそう、だから金利を金利を極端に上げるっていうことはね、景気を悪くしようとしてるわけですよという動きなんですよ、それは。でね、インフレっていうのはね、物の値段が上がるでしょ、それはね景気がものすごく良くなったような状態なわけですよ、つまりものすごい好景気にアメリカはなっているというような状態なわけですよ、今戻るのでなんか高止まりしてるわけですから、だからものすごい好景気になってるわけですよアメリカは。で好景気のままずっと行ってるみたいな状態なんですけど、それが急激にそうなると、まあ、インフレと呼ばれていて、それはちょっと極端すぎますよという状態なんですけど、ちょっと待って、これなんだ、あブルーテリーだ、これはちょっとなんかかっこいい犬ですよね、この犬種はね。
ちょっと今まだ会場に到着したばっかりだから1時間ぐらいは、1時間も撮るかな、分かんないけど30分ぐらいは撮りますよ、歩きながら。それでね、すごいなんかその極端に景気が良くなっているというような状態なわけですね。それを景気を下げるために、景気を悪くするために金利を極端に上げるわけです、上げてるわけですよ。だけど全然景気が悪くならないみたいなことが起きてますね、今ね、アメリカでは。だからちょっと大変だから、時給3000円とか、普通のアルバイトでですよ、普通のだからなんかアルバイトで、普通のアルバイトでアメリカでアルバイトするとなんか時給3000円とかもらって、ただのアルバイトなのに月になんか60万とか70万とか給料もらえますみたいなね、そういうなんかちょっと極端な状況が起きていますよね。だからそれだけ高いわけですよ、何でもかんでも高いから。だから辞めた方がいいですよ、まあ、辞めた方がいいですよというか、そのちょっと1年ぐらいちょっと待った方がいいと思いますね。アメリカからの犬の輸入は、まあ、お金に余裕がある方は関係ねえぜみたいな感じでそんなちょっとぐらい高くても関係ねえぜみたいな感じで買えるかもしれません、まあ、輸入することができる方もたくさんいらっしゃるのかもしれませんが、あのね、そのほら今まで100円で買えたものが150円でしか買えないということですよ。今155円なわけですから、全く同じものが。それはね、結局100万円で買えてたものが155万円払わなきゃいけないでしょ、全く同じものに対して。で、それはね、為替によるものなだけなわけですよ。それだけではなくて、為替によるものだけではなくて、これにさらにインフレが加わってるから、だからその為替で 1.5 倍高いプラスインフレでもものすごい高いってなるから、もう何倍も高いわけですよ。インフレってもうなんか何も5倍ぐらいになってるから、値段が卵1パック700円って異常でしょ。だってもう5倍ぐらいの金額でしょ。それそうなってくると、例えばボーディング料とか犬の値段とか全部5倍ぐらいになったりとかして大変なことになってるわけですよ。そういうことなんですよ。そして石油価格の上昇で輸送費がすっごい高い。だからもう何もかもがもうめちゃくちゃ高い。だってオーストラリアから子犬を輸入するのに輸送費だけで50万円かかるんですよ。だって20万とか、まあ、25万円ぐらいで今までというか、まあコロナ前は輸入できてたのに、輸送費がオーストラリアから、それが50万になってるんですよ。ちょっと待って、知ってる人がいた。何の話だっけ、友達と会ったから分かんなくなった。いつだっけな、2年ぐらい前かな、ルーマニアに行った時に、ブカレストの友達の家に行った時に、まあ、一緒に食事した女性なんですけど、弁護士なんですね、あの女性は。で、画面に映ってたかな、ピンクのジャケット着てた人ですよ。あ、スタッフォードシャーブルテリアだ、スタッフォードシャーブルテリア。どこまで何を話したかもう覚えてないですね。そうだから、アメリカから犬を飼うのはちょっと1年ぐらい待った方がいいのではないか。1年もしたらね、絶対金利はね下がると思うんですよ、アメリカの金利。そしたら、あのここまでの極端な円安ドル高は収まってきますから、絶対に、もう絶対と言います、それは絶対。だから今金利がものすごい極端に高いから、極端なことが起きてるわけですよ。だからその極端な金利を上げているのを下げたら、絶対あのドルは下がります。まあいいですね、つまんないですねこんな話。まあまあ、あのアメリカから犬を輸入する人はちょっと1年ぐらい待った方がいいのではないかというお話、ただそれだけ。なんか面白くないですねこんな話、金利とかね、金利とか円安ドル高とかね、なんかそんな話面白くないんですよね。あのね、なんだっけ、何の話。もうとにかくね、今回ね、まあこの動画、そうか、クールドックスの方に出したら分かんないか、ジョエルズシャンティの方見たら分かるんですけど、あのね、
ね、もうちょっとねひどい、もうひどかった、最悪、今までで最悪、この10年間で最悪。僕は海外に行き始めて10年ぐらいなんですけど、もうね本当最悪でしたね、最悪。まず到着してただの路地裏だったんですよ、真っ暗の。あ、すいません、まだあのね路地裏、それで雨が降ってて、ザーってザーって降ってるんですよ雨が。そして真っ暗闇で夜11時、もうみんな寝てる、寝ようとしてる時間。それでこれなんだっけ、クチバセットかな、どっちだろう、グリフォンバンデーンですよ。それでね、僕が予約していたホテルはミロスタジオ、アパートメントホテルザグレブっていう名前なんですよ。ミロスタジオ、アパートメントホテルザグレブですよ。ミロスタジオ、アパートメントザグレブ、ミロスタジオ、アパートメントザグレブ、っていう名前なのに、その看板も何もなくて、それただのアパートなんですよ、クロアチアの。ザグレブ初めて来ましたよ。クロアチア来たことあるけど、スプリト、スプリトっていうのはねリゾート地で、結局沖縄みたいなところですよ。例えばね、日本に行ったことがあるって言ったって、沖縄に1回だけ行ったことがあるなんていうのは、そのほら日本のことなんて全然わかんないじゃないですか。それと同じですよ。クロアチア来たことあったけど、スプリトにしか来たことなかったわけですよ。まあ日本でいう沖縄みたいなところですよ。それで首都に来た、つまり東京に来た、初めて東京に来たら、それはもう日本に初めて来たのと同じでしょ、そういうことなわけですよ。初めてクロアチアに来たのと同じ状態で、クロアチアに来たら到着して空港から20分でそこに、まあ、ウーバーで行って、そして真っ暗闇で雨がジャージャー降ってて、ただの路地裏で看板も何もなくて、つまりホテルがないっていう状態だったわけですよ。あれ、ホテルがない、何ここみたいな、ただの路地裏で降ろされたみたいな。それでもうね、そこがホテルかどうか分かんない、住所はそこなんですけど、そこがホテルかどうかまず分からないから、そこがホテルであるということを見つけるためにね、いや、それをね、分かるまでがね1時間ぐらいかかったわけですよ、雨の中。それでそこに書いてあったのは、もう小さい文字でね10個ぐらいのね、だから全てのそこの1階からね5階ぐらいまでの全ての部屋のなんか個人の名前が書いてあったわけですよ。その個人の名前の中にアパートマンって書いてあるところがあったんですよ。アパートマンですよ、全然名前違うじゃないですか、小さく書いてあるだけですよ。しかもだから僕はねエクスペディアを通してそこホテルを予約したんですね。だからエクスペディアに電話したんですよ、日本の番号というか、日本っていうかエクスペディア分かんないけど、どこで取ってんのか電話を、とにかく電話したんですよ。そしたらね、キャンセルしたい方は1番を押してください、旅行の詳細を知りたい方は2を押してくださいとなんとか言って、雨ざんざん降ってんの、真っ暗闇なのに、まあまだ電話が通じただけでもいいんですけど、インターネットをなんとかつなげた状態で、まあ楽天モバイルなので、あ、それともう一つ、あのね050の050プラスっていうのを僕はやってます。でインターネットさえつながれば世界中どこにでもかけれます、電話を。でその050プラスで電話したんですよ、エクスペディアに。そしたらね、あ、もう決まったんだ BOB が、ちょっと待って、まあいいか、いや、ちょっと取ろう、ちょっと待って、ちょっと待って。それでね、だから2番を押してください3番を押してくださいとか言ってね、いろんな項目をずっとゆっくり言うわけです。すげえゆっくりだから、もうエクスペディアのその案内は。それでもうね、あ、僕はねそういう時にね、もう若い頃はイライラしてたんですけど、もうイライラしないように心がけてるんですね。だからイライラはしないんですけど、あーと思いながら、あー
って思いながら待ってました。でね、オペレーターと話すにはね、何番っていう言われるのを待ってたんですけど、全然言わないんですよ、そのオペレーターと話す番号を言わないんですよ。それでこれ2階ですよ、2階でもやってる、建物の2階でやってますね。2階に来たら忘れた。あ、そうそう、だからオペレーターとねお話しする項目を探してたわけですよ。項目というか番号を。そしたらね、オペレーターとね話す番号が出てこなかったんですよ。だからほら、11時だから、クロアチアの11時は日本の朝6時なわけですよ。だからだと思うんですが、オペレーターとお話しするっていう番号が出てこなかったんですよ。旅行の詳細を知りたい方は 4番とかなんか忘れたけどあったんですよ、その旅行の詳細を知りたい方、まあ、さっき2番って言ったけど、まあその項目かなと思ってね、旅行その番号を押したわけですよ。そしたらね、では E メールで送りますとか言ってプープーって電話切れたんですよ。で E メールでその旅行の詳細が送られてきたんですよ。もうね、本当にね、ビーグルやってますね。もうね、本当にもう死にたくなりましたね、あの時ね。本当に死にたくなった、マジで。それでもほら、そこがホテルかどうかはやっぱ知りたいわけですよ。住所はそこになってるから。それで近くのね、なんかバーに行ったんですよ。バーが一軒空いてたんですよ、たまたま、小さいバーが。それでそこに行って、ちょっと助けてって言って、 Could you help me? って言って入って行って、その住所を見せたんですよ。そしたらね、スパニッシュウォータードッグ、スパニッシュウォータードッグ、スパニッシュウォータードッグだ。スパニッシュウォータードッグだ。これバルビーだな。ちょっとなんか僕喋りながら撮るから、あんまり人がいるところだと何うるさいわみたいになると嫌だから、ちょっと離れて撮りますけど、いや、なんだっけ、ちょっとこういうなんかね、ほらカーリーヘアの、だから何、プードル的な犬が僕も飼いたいなと思ってるんですけど、目が隠れるような犬、じゃあスタンプでいいじゃんみたいなのはありますね。スタンプいいんじゃないですかね。スタンプにしようかな。逆にって何何の話だっけ、どこまで話したっけ。そうそう、そのバーに行って聞いたら、そこの住所で会ってますっていうわけですよ。若い男の子が20代だった。それでね、あーそこでいいんだって。まあでも確信は持てませんよ、だってアパートマンとしか書いてないんだから。だから確信、絶対そこが自分のホテルだっていう確信は持ててないんですけど、一応まあそこなのではないかということで、もう入り口のね、最初の1階の入り口のドアをガンガン叩きながら、手で叩いて、もちろん壊れるほど叩くわけじゃないですよ、壊れない程度に叩くんですよ。ただ音はガンガンってなってたから、それ叩いて、ポーチュギーウォータードッグだ、ガンガン叩いて、それでその何、ハローってずっと言ってたんですよ。でずっと言ってたんですよ、10分ぐらいやってたんですよ、それを。そしたらね、そこのアパートの誰かですよ、別にホテルの人じゃないから、誰かが開けてくれたんですよ。それでチャイムを、だからインターホンをずっと押してたんですよ、いろんな階のもう全部押しながら、ビービーって押しながら、ハローってずっと言ってたんで、ドア叩きながらインターホン押しながら言ってたんですよ。そしたらね、誰かが出て、そこの誰かが、でなんか、だから1階のドアはそれで開いたわけですよ。誰が開けてくれたか分かんないけど、ずっと僕が
大きな声でハローハローって言いながらドア叩いてたからだと思うんですが、それで開けてくれたからその建物の中には入れたわけですよ。でもね、ただのアパートなんですよ。全然どこがホテルか、ホテルかなんか分かんないんですよ。でなんかほらポストみたいな、郵便箱みたいな、郵便受けみたいなのあるじゃないですか。あれを見たら全部個人名なんですよ。で一つだけアパートマンって書いてあるんですよ、やっぱり。でそこかなと思ったんだけど、僕はまだほらホテルっていうぐらいだから建物全部がホテルだと思ってるもんだから、なんかわかんないけどその個人名が書いてあるけど全部ホテルなんだと思って、そのもう1階からずっとチャイムをビービーって押しながらドアをどんどん叩いてハローハローって言ってたんです。でそこがね、立ち止まるとね電気が消えるんですよ、そこの階段ので。真っ暗になるんですよ。それでまた電気をつけて階段ので、階段の電気をつけるんだけどチャイムと間違えるんですよ。でまたビーってどっかよその、部屋のチャイムを押し、そうチャイムを押しながら、チャイムを何度も押しながらライトが消えて真っ暗になって、また押したけどまたチャイムを押しながらを繰り返しながら、そしてドアをどんどん叩いてハローハローって言いながら24時間以上寝てない状態で、日本から来て、前の日もあんまり寝れなくてあんまり寝てなかったんですよね。それで寝てない状態で、そしてスーツケース、すっごい重いスーツケース持ってきたから、そしてもうエレベーターもないですよ。階段ガンガンって、石の階段ガンガンって、そのなんかスーツケースぶつけながら、ものすごい音が響いて、そしてハローって大きな声で言いながら、もうそれで一番上なんですよ、そのアパートマンっていうの。それでね、4階って書いてあるんだけど、だからまあヨーロッパのね、日本の1階はヨーロッパ0階なんですよ。日本の2階がヨーロッパは1階なんですよ。つまり4階って書いてあるってことは日本でいう5階なんですよ。5階まで階段を上って、ものすごい重いスーツケースを抱えながら運んで、それでもうガン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 ってそのスーツケースを階段にぶつけながら上がって、もうとにかくね大変大騒ぎ、本当に。それで、でもね、パスワードを入れないと入れなかったんですよ、そこの5階のところは。でパスワードなんか知ってるわけないじゃないですか。だからもうね、その下の階に行って、下の階にの人っていうか、そこもホテルだと思ってるから僕は。だから下の階に行って、そこのチャイムを押しながらハローハローってどんどんドアを叩きながら言ってたら、人が出てきて、もう何なんだよみたいな感じで、さっきからずっとうるせえみたいな、頭おかしいのかお前みたいな感じして、だってもう力技で行くしかないと思ったから、そういう風にしたんですよ、わざと。誰か出てくるだろうと思ってやってたんですけど、そしたらやっぱ出てきたんですよ。それでその人に聞いたら、まあ、ホテルはそこだと、その5階のアパートマンがホテルだと。で、パスワード知らないのって言うから、いや知らない、そんなの もらってないって言って、じゃあちょっと電話するよって言って、その人が電話してくれて、そのホテルのなんか管理人かなんかに、そこのね、そのアパートには誰もいないんですよ、ホテルの人間とかは。もうとにかくね、なんとか入ることができたんですけど、そこにパスワードが、実際はね、そこのパスワードを入れてドアを開けて、そしてまた中に入ったら、また自分の部屋の前になんかボックスがあって、壁についている小さいボックスがあって、そこの中にまたパスワードがあって、そこのパスワードを入れると部屋の鍵とか、だから全てのドアの鍵、その建物の1階のドアの鍵と、ホテルに入るドアの鍵と、それと自分の部屋に入るドアの鍵の3つの鍵がその中に入ってたんですね。そんなの分かるわけないじゃないですか。もう本当もうね、大変だったんですから。この10年間で100カ国以上に行ってますけど、もう100カ国じゃ全然足りないですね。100カ国以上、延べ100カ国以上に行ってますが、最悪でしたね、今回が一番最悪、マジで最もひどかった。ホテルに入る時の、そのホテルにチェックインする時の、そのトラブルみたいなやつ、あれちょっと待って、これ何、あ、リッチバックか、びっくりした、土佐犬かと思った。
レッジバックだ、レッジバックだったらいいというわけじゃないんですけど、ちょっと土佐犬取らなきゃいけないっていうか、いっぱい会わなきゃいけない人がいるから、レッジバックだ。レッジバックでもいいと思いますけどね。レッジバックもすごいかっこいいと思いますけどね。ほら、これ立ち止まって撮るとみんな意識するから、ちょっとあんまり立ち止まっちゃダメなんですよね。レッジバックもすごいかっこいいと思いますけどね。だからもうとにかく最悪、もう最も悪、最悪、マジで。うわすげえ、レッジバックだらけだ、レッジバックだらけだ。レッジバックだらけ、レッジバックだらけだ。もう最悪、本当にもう最悪、史上最悪でしたね。今回のチェックインがもう本当に今までの10年間で最悪のホテルへのチェックインでしたね。それとなんかね、僕がね真面目な話をしてる動画は、だから昨日とかその前とか、ただそのザグレブの街の中を撮ってる動画とか、全然再生回数は上がらないんですけど、変ななんかほら出来損ないのモテモテ話とかしてたんですよ、この動画、10個ぐらいの間。そっちの方はものすげえなんかね、再生回数がすごいわけですよ、ものすごい。これブルーケリーテリアでしたっけ、ケリーブルーでしたっけ。輸入したことないです、一回も。多分これはねちょっとかっこいい犬種だから、もう日本で十分っていうか、もうすごいなんか確立されたものが多分あるんですよね、おそらく。こういうなんかかっこいい犬っていうのは、だからドーベルマンとかもそうだし、そういうなんかかっこいい犬種ですよ。こういうかっこいい犬種はもう多分もう確立されていて、僕に頼まなくても自分でやれるっていう人だけだと思うんですよね、おそらくそうなんですよ。だから僕に依頼がなくて輸入したことないんですよ、今まで一度も。おそらくそういうことですね。それでその何、出来損ないのモテモテ話みたいな。だってもうあまりにもうるさかったから、最近、本当に最近じゃない、全然もうこのもう7年ぐらいですよ、もうずっと。でもね、もうどうせもうモテないからいい、大丈夫ですよ、もう持てないから大丈夫。もう自分の姿を見てね、もう愕然としましたね、本当に。動画をこのいくつか前に DJ ジョエルって DJ コントローラー買ったから、そう練習しながら DJ の練習しながら、それを動画に撮って出したんですよ、 DJ ジョエルって。その時の動画を見た時にね、最近ちょっとね、ワインをたくさん飲んだりとかして太ったんですよ。それ分かってたんですけど、自分でももうねひどい。あ、これはもうモテるなんて言っちゃダメ、もうモって言ったらダメだから、モの字、モっていう文字を言っちゃダメ、本当に。うわっ、びっくりした。ブルマンスイフがいた、びっくりした。まあ自分でもそう思ってるから、まあ大丈夫なんですけど、あまりにもうるさかったから、だからまあああいうちょっとなんか本当になんか出来損ないのモテモテ話の動画作ってたんですけど、そういう動画ってね、ああいうなんかほらゴシップみたいな動画、なんか誰かと誰かが喧嘩したとか、なんか誰かが好き好き言ってるとかね、誰かと誰かがその恋愛関係にありますとかね、そういうなんか動画がね、なんかみんな好きみたいですよ、好きみたいというか、そういう動画はものすごい再生回数が上がるのに、僕が真面目に話してると全然ダメ。今日は2日目なんですけど、ワールド読書2日目です。今日は2024年4月、今日はね20
6かな、今日金曜日ですよ、金曜日26かな、金曜日、だから今日は2024年の4月の26ですね、金曜日。なんかね天気が良くてね、うわすげえ走ってきてる走ってきてる、急がなきゃみたいな、すごい爽やかですね朝、なんか仕事してるっていう感じがするわ、本当になんかすごい爽やかだわ。今日はもう絶対来なきゃいけないと思ってもう無理やり来たんですけど、すごい爽やかだ、すごい気持ちいい、本当に今風がね吹いていて天気が良くてすごい気持ちいいですよ、本当に爽やかな朝ですね、気持ちいいわ。これ今会場の外を今歩いています。あのねクロアチアはさっきも言いましたけどグリルがねすごい有名でというかたくさんありますよ、グリルのお店が。で、あの肉や魚を焼いて、まあ地中海料理ですね、あの肉や魚をグリルする地中海料理昨日食べました、すごい美味しいですよ。明日が僕にとってちょっと一番重要なんですけど、今回は犬を連れて帰ります。あーすごいいい犬ですよ。そしてねルーマニアからポーランドにちょっと犬をね運ばなきゃいけないんですけど、それはあの交配するためにマルチチャンピオン、5カ国以上でチャンピオンになってますね、マルチチャンピオンの犬と交配して、その犬を妊娠させた状態で日本に送ります。そのためにルーマニアからポーランドに運ぶんですけど、そのルーマニア人がその犬を連れてきてるんですけど、それをね明日ね、なんかね明日の朝じゃないと渡せないっていう、明日の朝以外の日は渡せないっていうんですよ。日曜日に渡してくれたらいいのに、あるいは今日でもいいんだけど、だって明日はだからその別の犬を連れて帰らなきゃいけないから、僕のホテルに、ホテルっていうかもう何なんだよあのホテルだから結局ね今ねヨーロッパでもインフレがひどいわけですよ。でヨーロッパでもインフレが発生してるし、もちろん円安ですし、だから何もかも高いから、安いホテルで、しかもほら犬 OK のとこじゃないとダメでしょ、犬を入れなきゃいけないから。でそれで探してたら安いところで犬 OK ってなるとアパートメントホテルがいいかなと思ってアパートメントホテルにしたんですよ。最悪マジで。それで明日その2頭を僕は自分のホテルに連れて帰らなきゃいけないんですけど、2頭なんて連れて帰れないでしょ、1頭だって大変なのに。だからキャリーバッグを1個しか持ってきてないから、だから誰か手伝ってもらわなきゃいけないから、だからその犬を日本に運ぶ犬のブリーダーがもちろん来てるから、でそのジャッジは絶対取らなきゃいけないから僕は。で朝からだからそのメスを受け取って、そのメスと一緒に僕はそのもう一頭連れて帰る犬のジャッジを見なきゃいけないわけですよ。もうめんどくせえなと思って、だからそれがねちょっとややこしいなと思って、それでちょっとね日本から出発する前からずっとそのことを考えていました。よくこういうことがありますよね。なんで別に前日か日曜日でも次の日でもいいじゃないですかね、それがダメ、土曜の朝じゃないとダメとか言うんですよ。もう よくこういうことがあるわ、ヨーロッパの人間と取引するとアムスタッフですね、アムスタッフ。よしもういいかな、だいたい会場を全部回りましたね。ワールドドッグショー2024クロアチアザグレブからでした。失礼します。